くよ。こちらトランクス。お、来てるぞ。スーパータイムマシンや。ごめん、この人、もらうぞ。よし。100がカンストっぽいですね。どうも、サバイバーのレベルは。リーダー側は多分100で終わりじゃないと思うけど、サバイバー側は多分今のところ100だと思います。100以上の人を結構長いことやってるけど見たことはない。初見です。スポービッチのままボコられて、枕を濡らしました。あー、なるほど。進化できなくてってことか。それはきついですね。どうも、初見さん。いらっしゃいませ。お？今。信用したか、気のせいか。お、あそこだ。じゃあさ、そう。やべ、来てる。やばいね、バイクで逃げろー。間に合え。危ね。とにかく視界に入らないように。よし。危ね。で、一旦 C 経由して D 行こう。同じこと考えてる人いるわ。よし。よし、じゃあ D に行こう。ここに一人いるな、民間人は。でも X だから後にしようか。レーダーは何持ってんだこれ。ドラゴンレーダーか。ただドラゴンボール1個あるな。この子だ。へえ、スイッチ版でもレベル100の人がいる。そうか、やっぱやってる、やり込んでる人ってどんなゲームでもいるんだね。もうこのゲームは終わりどころが分かんないからずっとやっちゃうんだろうな。多分レベル100で打ち止めだと思いますね。僕も100以上の人見たことないです、一度も。レーダーサバイバーともに。ん？で、あっちか。あそこだ。ハイオーケン。こうやってさ、雑に使えるスキルが1個ぐらい欲しいよね、やっぱり。ちょっとの場所でもさ、早めに移動しようって使える。グラップリングデバイスとかさ、ブルマのバイクって使うタイミング間違えると負けちゃう可能性あるけど、海洋圏1個ぐらいなら使ってもいいかなって余裕があるから、これが俺はすごい好き。いろんなスキル試したい気持ちもあるが、この海洋圏、グラップリングデバイス、一輪バイクはもうマストだな。助かりました。大好き、このスキル。どうすっかな。 D 刺したし、 E 探そうか。移動機レーダー持ってる人がいたらあれだけど。ん？なんか連続してやられてない誰か。何にもないか。よし、お、新しい機動機が見つかったぞ。じゃあ海洋圏に行くか。海洋圏よーし、ぴったり参考カンカンや。じゃあここ刺しちゃって、あの人は救助が行ってくれそう。ん、やばい、近いが刺しちゃえるんじゃないかこれは。よし、ナイス。ガムと靴ってどっちが優先度高い？あー、使い方次第じゃないですかね。どうしても当てたいっていう時とか、レーダーから逃げるとか、技を当てるために一瞬動きを止めたいっていう場面だったらガムの方が強いと思う。ただクールタイムがね、倍違うんですよ。ぐるぐるガムは60秒で、靴は30秒なので、そのースーパータイムマシンの周りとかで使うんだったらレーダー動かないから、レーダー動かない時だと当てやすいっていう意味で靴の方が強くて、やばい追われてる、今一瞬でもいいからこいつの動きを止められればっていう場面だったら、靴よりもぐるぐるガムの方が命中率が高いので、ぐるぐるガムの方がおすすめですね。やばい、これ逃げよう。A か、 A か、 A が最後に残ること最近あんまないな。ドラゴンボールこの人2つ持ってんな、あげるか。ロケットランチャー、じゃあこの人に託すか。ほい、使うか。やってくれ、天使よ、君に翼を授ける。仲間が助けを必要としてるぞ。妹でありがとうよって今来たな。救助できないか。あー、そこ2人か。こうなるときついね。これさ、逆に X の地点にこれ置いとくか、今のうちに。
あー、あの人終わりか？終わりだな。で、キャンプされるだろうから、ちょっと、さっきなんかこの辺で青い箱あったから開けとこう。バリア回復1個でもね、後半残ったらいいから。キャンプはね、レーダー側がどちらにしても油断がないと、サバイバー側は付け入る隙がないことが多いから、中途半端に近寄っても意味ない。まだまだ開けてない箱あるな。ドラゴンボールは4つか。一応キャンプ対策にドラゴンボールを集めておくのもあれだよね。お、バリア回復2個か。これ上の方に持っててもいいな。ま、あの状況はもう救助は無理だよな。残りの3つはフリーザーが持ってんのかな。お、バリア回復あるぞ。おい。違う、これ、使いな。おい。気づいたか？あ、気づいた。あの子にあげよう。この辺にあってもね、便利なんですよね、バリア回復って。で、ここに近いと危ないから、この辺に置いとこうか。もうちょいこっちかな。よし。お、バリア回復気づいたな。よし、オッケー。お、ドラゴンボール5つ。いいね。こっちに狙われてるけど、こっちまでは多分追っかけてこない。チェンジパワーがもうちょい。おわーっと、マックス。エリア破壊が1回しか使ってないってことは、もう1回分のエリア破壊を残してるなぁ。ってことは、シェンロン呼べないね。どちらにしても。レーダー側が破壊する意思を見せない限りは。破壊された後もう1回集め直すっていうことも不可能じゃないけど。起動キーレーダーはないんだよな、今回。さっきはあったけど。A 見つかってなくてってことか。でも A さ、洞窟の中にあったらもうおしまいだよな。あそこもう棺桶だぞ。あの、地下帝国みたいな。地下帝国じゃないな。地下、なんていうの？湖底あの、湖。そこにドドリアさんがいる。狙われるかな。サバイバー側もさ、下手に近づくと危ないって分かってるから近づかないし、やりようないな。硬直状態だ。ほんと、こういうことに何か対策が欲しいよな。民間人ねえだもん、持ってるよね。さーて、やれることがあんまりないぞ。誰かが、俺とか他の人だとかで、無理やり行くって言ってもあるけど、十中八九壊滅するからな。クレイジーフィンガーショット振ってる。おお、当たった！もう、じゃあ行くわ、もう。また起動キーが見つかった。時間稼ごう。敵に向かうんだ。やるしかねえわ。ドラゴンボール持ってるかもしれんしな。スライサーで当てて、避けられたか。ドラゴンボール落としたか？近い。よし。あぶねえ。かぁ。回転が長すぎて全然グラップリング今使えなかったな。ずーっとくる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 って回ってた。で、さっき落としたバリア回復を拾いに行くか。とりあえずキーを刺すことはできなかった。ただ、ドラゴンボールを落としたのであれば、仲間が拾ってくれないかという気持ちを込めて、ロケットランチャー撃ったんだけど、どうなんだろうな。お、もう一個ある。まずい、誰かやられた。あれ？救助に行けないか。あれ、ここに捨てたバリア回復もなくなっちゃってるな。そうか。じゃあ、所持は、もうないのかもしれんな。こうなるとね、きついね。もうバラバラに変身して回復してっていう繰り返しになるから、もう絶望っすね。
討伐することなんて できないし。お、でも一人誰か、ドラゴンボールをかすめ取った。あれ、あ、あーっと、集めた人がダウンしたっぽい、これ。あーで終わりだ、あの人。これ逃げようぜ、みんなで。なあ。ドラゴンボール集めたけど、7つ丸々盗まれたわ。これは無理だね。最悪エリア破壊使われる可能性もあるな。エリア破壊使われた場合、残ってんのは？じゃあ、今の場合面でエリア破壊使って、スーパータイムマシン呼ばれて、かつ、進化されるとやばいって言おうと思ったんだけど、思った通りのことされたな。まずエリア破壊を使われて、あー、蘇生してる！逃げないか。じゃあ無理か。お、ドラゴンボールをフリーザが拾ってなかったんだ。なあ、これ急に勝機が見えてきたぞ。まだ勝てるのか、この試合は。俺は心が折れてたんだが。でドラゴンボールを持ってる人がまたダウンした。あーっと、もう残り2人。それどうすればいいの、それ。俺人して1人いなくなった。頑張ってスーパータイムマシンを呼んだが、むしろそれ呼ばない方が良かったんじゃないのか。どうすればいいんだ俺らは。もうエリア破壊どうこうっていうか、進化するぞこれ。しかもドラゴンボールもし使われたら不老不死にもなる。残り2人ではもう絶対無理だぞ。スキル使っても絶対に無理、フリーザ相手に。しかもエリア破壊残してんだよな。破壊されて嫌なのは A と D のどっちかだな。まあ、D だろうな、破壊するなら。うーわー、あの人バレたか。あー、シェンロン呼んだ。もう呼んでくれ、じゃあ。不老不死になってくれ。どうすっぺかねー。さあ、願いを言え。早すいことだ。で、二人死んでもさ、俺やれることないんだよな。待つしかないもん、スーパータイムマシンの破壊を。エリア破壊使ったな。多分 D を破壊するから、そしたらもうね、 E と A でしょ。で、まあ E の方に来るから、どちらにしたってフリーダは。だから負けですね。ね、D 消えたでしょ。だから負けですね、これは。このね、タイプのちゃんとした動きをするレーダーは俺と思考回路が多分似てるから、絶対そうなるんだよな。俺でもそうするもん。多分一回手離すんじゃないかな。ほら、一回手離したでしょ。破壊のゲージを進めるだけ進めて、探せるなら探して全滅させようっていう意識がちゃんとある。で、壊し始めたな。ザーボンドルイヤーを放ったのかもしれんけど。あーっと、また離した。ザーモンドリアを使ってんのかな。これもう私たちも間に合わないぞ、これどちらにしても。壊したところで俺は逃げられない。なんかザーモンさんドリアさん飛ばしたっぽい音した気がするけど、なんで離したり壊したりするんだ、あの人。怖いな。もうやりようないから壊してくれ。俺無理だからそれ。こだわるな、全滅に。絶対逃げられないから、俺もう壊してくれ、スーパータイムマシンを。頼む、もう壊してくれ。もうこれ降りる。間に合わないけど、やるだけのことやろう。まもなく脱出用タイムマシンの整備が終わる。青い光で示された場所にある呼び出しビーコンへ向かうんだ。あー、来てる。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使う。おー、いけるか、いけるか。ね、火に引っかかった、火に引っかかったぞ。いける。おー、
怖え。なんなんだよ最後のデススラッシュは。怖すぎる。見た？ビューンっつって真っ赤になってたぞ。怖え。いやでも諦めずになんとか待ってよかったな。気持ちとしては折れてたけど、一応一回ザーボンさんとドリアさんを A の方に投げたから、あれで多分遅れたんだ一瞬。あのザーボンとドリアを一回置こうっていう流れがなかったら多分俺は負けてた。よし、行くぞ。こちらトランク。ああ。スーパータイムマシンや。必要な。こんなの勝てないよ。スーパータイムマシンを起動するんだ。起動キーが見つかったら、設置に向かってくれ。もうどうしようっちゅうんだよこんなのさ。もう二人いないんですけど。あんまりだ。起動キーレーダー。結構さ、なんかこういうこと言っちゃなんだけどさ、7人全員で集まる始まる試合ってあんまないよな。レイカーズやってて大体1人落ちることが多い。1人か2人。助けてくれ。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。スポボビッチから魔人ブーの無邪気に進化してくれればワンチャンあるけど。よし、弱いわけじゃないからな。お、すげえ、レーダー、ドラゴンレーダーと。じゃあこれちょっといい、近いから怖いけど。ん？あの人かドラゴンボールは。この状態で行くか。この状態いいよね。レーダーを持ちながら多少早く移動できるっていう。やった、見つけた。起動機早めに見つけたい。多分近いな距離が。2パーいる。ここか。え、違う、もう一個上だ。洞窟、そこにある洞窟か。いや、もっと上か。感謝します。まずとにかく早い段階で起動機を刺してしまおう。どちらにしても。上ってことはここか。これか。あ、これだ。よし、いい。あとは A か。で、行くぞ、A に。民間人助けてから行くか。誰か。あ、ああ、そういうことか。刺してくれたんだな。あとは A のエリアね。本当はこういうのもちゃんと壊していきたいけど、時間的な余裕がない。ドラゴンボール集める気あるかなこれみんな。一応ドラゴンボール探知できてるけど。起動キーはどこだ。 A のエリアだからこの辺のはずなんだかな。あった、先だ。ここにあるな、ここの角のとこ。これだ。よし、また起動キーが見つかった。設置に向かう。よし、なんとか一応全部見つけたな。あ、ありがとう。 C に行ってるからもうあと A 刺すしかないか。A はそっちかな。そこだ。で、行くか。ああ、刺してくれた。ラッキー。あと、ここ刺せれば、スーパーテンマ死んでるぞ。5人でもいけるじゃないか。レベルが高いからな。ドラゴンボール揃えそう？あ、でも少ないな、まだ。ここか。よし！なんとかいけるか？スーパータイムマシン起動まで、あと少しだ。
チェンジパワーがあれだね、人数が少ない分他の人に行くの。あ、ドラゴンボール見つけた。探してたわけじゃないけど見つかったわ。あとスーパーテンマシンの破壊に行ってるね。早い。一人変身した。これ邪魔しに行ってくれそうだな。行ってる行ってる。スポービッチで戦うのか。ヤムちゃんと使ってるな、このスポービッチ。マリア回復だ。一応置いて仲間のために使おう。殴ってるな。討伐する流れかこれ。やばいよ。で両方の勝ち筋を残していこう。あぶね、変身。早めに変身してみんな殴ろう。ナイス、遠距離。これ当たんのか、すげえな。こんだけ高速で当たるんだな。変身解けた。あー、魔人ブー進化したぞ。これここでここで無理やり行ったわ。どうなるんだこの試合。読めないもう先が。いらっしゃいませ、伊勢じまい。全然使わないな。いらっしゃいませ、マイドアイ。上がっていこう。破壊しに行ってるな。バイク、海洋拳あぶね。ダーダーって吹っ飛んだ。ナイス、変身はできないから気をつけていこう。靴よし。ロケットランチャー、危ねえ。ナイスナイス、吹っ飛ばせ。強いぞこの5人。いけるいける。あと 10% で変身できる。今7つ折ったか。全然使った。危ない、アングリーエクスプロージョン。あー、ダウンしたか。靴、あー外したか。タイミング合わなかったな。エリア外使った。よし、じゃあスーパータイムマシン触ろう。よーし、よーし、起動成功。なんとか5人でいけたな。魔人ブーの色も青だしさ、ある程度回数やってる人だと思うから、これは多分サバイバー側の連携がすごい上手かったんだと思うわ。いや、よくやったよ5人で。そう、みんな全然ダウンしなかったね。やっぱちゃんと逃げて、で引き際は分かったね、スポービッチ相手でも。いくよ。こちらトランクスだ。これこっち来そうだな。挨拶しとくか。完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。クールダウンドリンク。すぐこっちにフリーザー来るときついんだよな。バイクで逃げる方向が限られてるし。助けてくれ。ああきつい。救助したら、とにかくレベル1にしよう。よし、オッケー。これでなんとかダメージ受けても死なない。
逃げろ。洞窟の方に逃げよう。こっちに逃げられればチャンスはある。あー怖かった。ベジタのグローブか。ないよりマシだね。チェンジパワー L。 あの人追われてるっぽいな。大丈夫か。うん、ダメ。やっぱチェンジパワーが溜まってない時にやられると逃げられないよな。せめて1にならないと。そういう時はやっぱ早めに逃げないと怖いね。もしかしたら無理やりでもチェンジパワーを溜めて1にするか。さっきみたいに。ドラゴンレーダーレベル1か。弱いな。1ってほぼおまけみたいなもんだからな。おお、起動機。あーっと、これで2段階変身だ。スーパークールダウンドリンクとクールダウンドリンクで。さてね、これ以上アイテム一旦はいらんな。太陽剣。お、危ない。よし、なんか刺しちゃおう。あの人の救助はいけてないな。てかあの辺にいるんだろうな多分。フリーザがあれじゃないか、飛んでる。あそこに黒いホクロみたいなやつが見えるかな。いた。あー、救助に行こうとした人が今奪われたな。じゃああれ救助無理だね。救助待ちしてるわフリーザが。民間人レーダー。いらっしゃいませ。あー、スーパーノバだ。まあでもあの人は死ぬね。仲間が助けを必要としてるぞ。マジか、救助に行った人だろうな。新しい起動機が見つかったぞ。 B、 あ、刺しちゃおう。それまだ海洋圏回復してない。エリア破壊されたとしてもここ刺そう。ここナイス。よし、有言実行。危なかった。ここに民間人がいるな、上に。みんなどこに。で、D、E の方に行ったな。とりあえずチェンジパワーは、チェンジレベルは3。しかもクールダウンドリンクとスーパークールダウンドリンクの2本持ちだから、アイテムは十分なんだけど、それ以外がな。ん？あ、ドラゴンボール集めてるか。あの人。あ、これ大根さんじゃん、あれ。大根さんにあげよう、これ、ドラゴンボール。大根さんとは、オープンベータやベータの頃に長いことやっていた戦士の一人ですね。Z 戦士の一人。たまに僕の配信にもコメントをくれする方。相当やり込んでてうまい。なんか、ザーボ、おいいぞ。なんか突然、あれ今死んだ？設置に向かうんだ。あれダウンしてたっけ？わかんないな。起動機の設置場所はここ。確実に減ってきてるな。これ脱出用タイムマシン案件かもしれん。結構リアルに討伐今厳しいからね。あとは D か。D きついよな。まず、どこにあるか分かんないんだよ、全然。上と下っていう2つの構造があってさ、上下が厳しいんだよね。ドラゴンボール集めてさ、シェンロン呼んでぶっ倒すっていうのもありだと思うんだけどな。離
れる気はなさそう。離れた。やばいよ。バイク乗って、あーでも戻るか。あぶね。よし、新しい起動機が見つかったぞ。ナイス。こっちにいるうちに起動機を見つけてくれた。ラッキー。仲間のおかげだ。そのまま刺しちゃえよ。あぶね。むしろこっちで注意を引いて、その辺にいるな。どこそれ。あー、氷のあの橋上か。あの氷の水の上だ。あれ一番やりにくいよな。氷を渡っていかなきゃいけないんだもん。なんで氷の上に起動機を刺す場所があるんだ。冷静に考えたらブルマの設計のミスだろこれ。いやーこれきついな。行くなら変身していかないとダメだな。ね、さてどうするかね。2回変身できるとはいえね、極端に強いわけじゃないんだよな。あー、これ時間稼ごう。むしろ今のうちだ。よし、分かってくれてる。ナイス。これで時間を稼いで行こう。一回離れよう。これで離れる。よし、オッケー。仲間が強い。分かってくれてるわ。でまずスーパークルーダリンクのドリンクの飲もう。よし、これでもう一回変身できそう。バリア回復装置この辺なかったっけ。スーパーロケットランチャーか。お、なんだ、どこだ民間人がいる。これドラゴンボール持ってないよな。あ、バリア回復装置だ。ありがたい。あー、おいしい。クールダウンドリンク、あ、いや、ドリンクよりスーパーロケットランチャーの方がいいな。サバイバーの人数は少ないが、なんとかいけるかもしれん、これなら。お、ドラゴンボール、これフリーザが拾ったっぽいな。うまくいけばって感じだね。ただきつい。補給物資はまだ来てないよな。あー、バカ使われたか。気をつけろ。スーパータマシン触るより一旦ちょっとこう妨害しつつ考えよう。今そちらに補給物資を送る。有効に使ってくれ。よし、変身したか大根さん。電話をすること考える。靴外したか。隠れて。よかったんちゃ。よかったランチャー当たったか。じゃあ近接で。すいません。あ、進化したか。あ、ドラゴンボール拾えなかった。火吹っ飛ばされる。これドラゴンボール拾いに行くと言ってるだけなのに吹っ飛ばされる。そんなのないわ。あー無理か。グラップリング使おうと思ったんだけどな、使えなかった。うまい。逃げられるのかそれ。
あーダメか。いや、いけるそれ大根さん。行ってる。あとちょっとだけど、厳しいぞそれ。あー、レスリング当たった。それ厳しい。ナイス。クレイジーフィンガーショット止めた。あとちょっと。あとちょっとだ。ありがとう、センズ。あー、残念。センズがあるのか、気づかなかった。あー、起動成功。すげー、ナイスー。いやー、命をかけて戦ってくれたな。危ねえ、なんとか俺も生きてるわ、ギリギリ。これも大根さんともう一人のおかげだわ。俺はもう最後センズ使われたけど、まさかセンズがあると思わなくて、大根さんの勇姿を見に近づいちゃった。もうちょっと離れてたらセンズで蘇生できたのにな、安全に。